気温38度の中、とんでもないシーソーゲームが繰り広げられる。本日お届けするのは MLB ドリームカップ。2回戦は東京グランドスラムさん、そして3回戦はダブルクリックさんともにタイブレークという厳しい戦いを制し、準決勝まで進んできた我々あっぱれ。その準決勝の相手対するは、あの桑田真澄さんの意思を継ぐ者たち、桑田パイレーツさん。勝てば関東大会へ近づく。実際あの桑田真澄さんも試合に出場し活躍している。そんな桑田パイレーツさん、この日桑田さんは不在でしたが、緻密なデータ野球をする猛者たちが集まった強豪チームです。あっぱれのスタメンはこちら、ほぼフルメンバーです。総力戦です。相手先発投手はストレート、カーブ、スライダーなどを操る桑田イズムを受け継ぐ武功派投手。気温38度、灼熱の中、激闘が始まります。1番は徳さん。まずバントの構えで揺さぶります。相手の動きを探り、ピッチャーの体力を削る、いやらしい男です。2球目はスライダー、そして3球目もインコース厳しいところにスライダー、そして最後もこれスピードを変えたスライダーですね。低めうまく開かず打ち返していきましたが、惜しくもセンターフライ、ワンアウト。続く2番順に対してもスライダー、非常にスライダーの割合が多く自信を持っているようです。3番強打者高に対しても厳しいコースにスライダー、初回うまく変化球でかわされ無得点。一方あっぱれ先発竹俣、要注意の1番バッターに対し低めのストレートで打ち取りワンアウト。デッドボールを与えワンアウトランナー一塁となるも、シンカーをうまく使いながら最後はストレート、力で押し切りショートフライ、ツーアウト。だいぶシンカーを意識した上でストレートで抑え込みます。はい、手元も無失点。それにしても桑田パイレーツ打線、スイングが鋭い。そして試合が動いたのは2回表、一塁にはフォアボールのゾエを置き、打席にはモンスター澤田。最近ダイエットしスリムになったモンスター澤田、激走するも間一髪一塁アウト。しかしワンアウトランナー二塁となり先制のチャンス。打席には竹俣、慎重にアウトコースへツーシーム系、そしてスライダーと丁寧に投げ込んできます。ちなみにこの時ファーストは外野手用グラブで守っており、不慣れかもしれないとベンチから声も上がっていました。そこに竹俣の打球が一・二塁間に飛びます。結果、ファーストのグラブを弾き、ワンアウト一・三塁、チャンスを作ります。そして実は、ここまでの投球傾向から、この回の初めに、国吉監督からスライダー狙いの指示が出ておりました。打席には、7番の翔。ワンボールから、エンドラン！甘く入ったように見えましたが、決めきれず。決めきれない。それに対し力強くスライダーを投げ込んでくる相手投手、カウントは2エンド2となった次のボールでした。逆方向へ弾き返した打球がまさかのライトのミスを誘い、一塁ランナー、竹俣一気にホームイン。った松本翔も重い大きな先制打となりました。ひたすらスライダーを待ち、ポイントを近めに合わせたところに来たまっすぐでしたが、意識は逆方向にあったからこそ対応できたようです。とにかく大きすぎる先制打、さらに突き放したいあっぱれ打線。打席には私大八、初球はカーブ外れてボール、ひたすらスライダー系を待ちます。見事待っていたスライダー、ショートのグラブの横をすり抜け、さらに出塁します。続く友が一発でバントを決め、ツーアウトランナー二塁、さらに追加点のチャンスを作ります。そして打席には徳さん、セカンドランナーライパチをゆっくりとホームに返してくれよ徳さん。初球は速い球、まっすぐでワンストライク、組み立てを変えてくるのか。2球目、今度は緩いカーブ、やはり自信のある変化球で攻めてきます。1球ボールを挟み、次のボール、最後はアウトコース、ツーシームでしょうか。徳さんのバットが空を切る。しかしあっぱれ3点を先制します。さあ今度は桑田パイレーツ打線が竹俣に襲いかかります。2回裏の攻撃、レフトへ痛烈な当たり、ジャンプ1番徳さんのグラブのわずか上を通り抜け、先頭バッターの出塁を許します。ちなみにこの回、あっぱれ守備陣は3点を先制し、特に外野手は間を抜かれる長打を避けるべく長打警戒シフトを敷いております。対するはパンチ力のある6番バッター、初球シンカー、2球目もシンカー、またもシンカー、ここぞの場面、シンカーの連投です。追い込んでからここはまっすぐ、しかしドンピシャの真後ろへのファール。今のスイングを見てゾエ竹俣バッテリーが選んだボールは、最後はやはりシンカー、しかし甘く入ってしまった。ただレフトは長打警戒です。さすがに頭を越えないだろうが、やばい、2人帰ってこれない。まさかのレフトオーバー、タイムリースリーベースとなり1点を返されます。そもそもいい打球だったんですが、これ予測していた打球、一体レフトに何が起きたんでしょうか。実はこの場面、気温38度の中、先制打で爆走したレフトのショーがすでに熱中症になっており、フラフラの状態でした。結果、普段のようなプレーができず、まさかの頭を越され痛恨の一打となってしまいました。その後ショーは明らかに試合続行不可能な様子だったので、最近怪我で試合に出ていなかったキムニーが急遽レフトに入ることになりました。状況はノーアウトランナー三塁、最少失点で踏ん張りたいところだが、徹底して自信のあるボール、シンカーで攻める。しかしそのシンカーを捉えられ、無情にも徳さんの頭を越え、さらに1点を返されてしまいます。完全に勢いに乗ってきた桑田パイレーツ打線、ここでやっぱり内野陣まだ1点差、落ち着いて1個ずつ取ろうと間を取ります。その後ツーアウトを取り、サードフライに抑え、この回なんとか1点差のまましのぎます。突き放したいあっぱれは2番順、打ち上げてしまいショートフライ。続く3番高、狙っていた変化球、声のスーパー高いライトフライですがスラド、そしてゾエも捉えきれず三者凡退、嫌な流れのまま再び桑田パイレーツの攻撃へ。ここであっぱれ選手の交代です。国際近鉄絶好調の武虎がリリーフとしてマウンドに上がり、ピッチャーの竹俣がレフト、レフトのキムニーが下がります。先頭バッター3ボール2ストライクからライトへ大きな打球を放つ。ラッキーゾーンフェア、全然フェアだよ。ただいまのライトへの打球でプチパニックが起きました。実はこのグラウンド、ライト線が特殊な形状をしており、柵の中はボールデッドなり円通になるのですが、その奥にコンクリのエリアでフリーのスペースがありまして、そこにたまたま打球が飛んでいって、ライトは全力ダッシュでコンクリに入るわけにもいかず、結果バウンドしたボールがどこかの茂みに入り円通になってしまったというわけです。切り直してタクトラのピッチング、続くバッターにはフォアボールを与えノーアウト1、2塁。このバッターにはスライダーを打たせファーストゴロ、ワンアウト2、3塁、チャンスを作られます。そして打席には痛烈なレフト前ヒットを打っている5番バッター。初球うまくボール球のスライダーを振らせます。2球目も同じくスライダー追い込みます。ここを三振で切れればでかいが、ストレート外れボール、もう1球外れボール、2エンド2。そしてスライダーが甘く入ってしまう。打球はセンターへ抜ける。逆転無理を許してしまいます。さらに4回裏、1点を追加されノーアウト2、3塁のピンチ。いいバッターだった。やばかった。なんとこの打球をセンター友がスーパーキャッチ。三塁ランナーはタッチアップするも、セカンドランナーは二塁が速かったためアピールしアウトにしてもえぐい打球。そしてセンター友もナイスキャッチでした。しかしさらに大きな6点目を追加されます。そして最終回、これまでのこの大会タイブレークに持ち込むなど粘りを見せてきた我々あっぱれ、3点差食らいつきたい。先頭バッターは私ライパチ、ピッチャーはアンダースローの投手に変わっております。遅いスローカーブか、次のボールがすごく速く見える、差し込まれる。幅を使う非常に技術のある投手でした。そして最後は三振、出塁できず。しかし9番の友が意地を見せます。2エンド2から痛烈な打球が弾丸でライトの頭を越す。意地のホームラン、1点を返します。しかし後続続かず、ラストバッター守備ざるファウルの打球だが、ファーストがナイスキャッチ、ファインプレーで試合終了。6対4、2点差追いつけず MLB ドリームカップ準決勝敗退となってしまいました。悔しい結果となりましたが、タイブレークで勝ち切った2試合の経験はチームとして今後生かしていきたいと思います。ちなみに我々が参加した MLB ドリームカップ、実はリトルリーグの大会運営も行っているということで、先日その大会に休活アンバサダーとして潜入してきました。小学 4,5 年生を対象にした MLB カップ2018という全国大会で、宮城県の石巻市民球場を中心に行われているのですが、2011年の東日本大震災でその球場も被災し、到底野球ができる状況ではなかったそうです。そんな中 MLB が友達プロジェクトとして球場改修費100万ドル約8000万円を寄付し、全面人工芝のハイパー E 球場にリニューアルしたそうです。全国予選を勝ち抜いてきた16チームが日本一を目指し、熱い戦いを繰り広げておりました。徳さんによく似た地元の野球好きおっさんも試合を見ておりました。 MLB の思いとしては、野球での復興支援として最高の球場で最高のプレーを子どもたちにしてもらいたい、そんな願いを込めて運営しているとのことです。最後に一言いいですか？僕の将来の夢はメジャーリーガーになることです。徳さん、ライパチ兄貴は Twitter、インスタやってます。野球情報から徳さんのシャレウェア、兄貴の超格言、爆笑ライパチのちょんぼ伝説までいろいろ更新してます。フォローしたらフライがポテンになりやすいよ。